はい、辻パフォーマンスです。今日はスペシャルな1台をご紹介したいと思います。もう横からの圧がすごいんですけど、こちらでございます。ロールスロイスゴーストシリーズ1でございます。そしてもう見てわかる通り、もうバリバリにカスタムされてる、そんな車です。はい、ちょっと僕説明できないんで、一緒に見るっていう動画でよろしくお願いします。そしてちょっとゴースト紹介する格好じゃないんですけど、これがユニフォームなんで、ちょっとその辺ご了承くださいませ。そしてまず紹介していきたいんですけれども、ちょっと近づきたくない場合はどうすればいいんでしょうか。もうそのぐらいちょっと圧がすごいです。で、今回こちらのお車、マンソリーの、外装フルキットを組んだ、コンプリートが、まあ、いわゆるフルマンになってる車です。まあフルマンのそのフルの定義ってなかなかちょっと難しいと思うんですけど、まあ、基本的にはフロントサイドリア全部組んであるものが、まあ、フルエアロとか、フルマンソリーっていう感じでいいんじゃないかなと思います。で、前回りから説明させていただくと、前回りこのバンパーが全部、マンソリーのバンパーになります。で、マンソリーの、ゴースト用のバンパー4種類あります。まずこのデイライト、このライトの部分が丸いタイプと、こちらのようにこの横棒のタイプ、はい、と、もう一つこのサイドの部分、ここにダクトがあるなしで合計4種類、はい、設定がございます。なので、まあ、好みだったり、まあ、車の全体の雰囲気に合わせて、ベストなものが選んでいただけます。そしてマンソリーのバンパー全部、こちらドライカーボン製になります。なので非常に軽量で、強度もあって、もうフィッティングも完璧な製品になってます。で、マンソリーのカーボンパーツは、まあ、動画で何度もご紹介させていただいてるんですけども、オートクレーブって言って、高温高圧の釜で作るドライカーボン製なんで、まあ、非常に高価ではあるんですけれども、その辺フィッティングとか、クオリティが間違いないものになってます。そして前回りつながりでちょっとご説明させていただくと、このボンネットの部分ですね、こちらはラッピングでマットブラックに仕上げられています。はい、そしてこのフライングレディも黒くペイントされてます。もうなんで車の外装徹底的に、ブラックで統一されている車になります。まあ、このパルデノン神殿をモチーフにしたグリルなんかも全部ペイントされています。そしてですね、今回なんとこの中ですね、はい、エアコンのコンデンサーと、ラジエーター、こちらも黒く塗ってます。で、やっぱり黒でまとめちゃうと黒じゃないところが目立っちゃうんで、今回それに合わせて全部中もペイントされてるっていう、そんなスペシャルなカスタムがされてます。で、横に回っていくと見てください、この車高ととてつもないホイール、ADV1 のホイール24インチ、デザインが ADV15 だったかと思います。こちらが装着されてます。タイヤサイズは275-25-24、はい、まあ、かなり大きいサイズではあるんですけど、この大きいゴーストのボディからするともう本当にベストマッチなサイズじゃないでしょうか。そして中の今回このローターの部分ですね、このベルの部分もやっぱり使っていくとサビが出てきちゃったりするんですけれども、その辺目立たないように全部シルバーに、マットシルバーにペイントします。で、キャリパーも、グロスブラックでペイントされてます。はい、なのでとにかくもうホイールもキャリパーも全部黒く塗って、非常にまとまりのある仕上げになってます。ローダウンはこちらロアリングで、まあ、大体40ミリぐらいですかね、下がって、まあ、かなり迫力のスタイリングになってます。そしてですね、ポイントはここでございます。はい、センターキャップがロールスロイスって言ったらやっぱりあの回らないフローティングタイプのセンターキャップなんですけど、なんとこちら同じようにフローティングタイプになってます。なんでホイールが回ってもセンターキャップは必ず、ちゃんと下方向を向いてるっていう、そんな仕様になってます。で、これ通常ラインナップでこれないんで、加工でこういう風にされています。はい、そして横のつながりでいくと、このフェンダーの部分ですね、こちらもマンソリーのフェンダーになります。こちらもかなり迫力のあるデザインになってます。で、こちらこの辺なんかも全部ペイントされて、まあ、通常メッキのエンブレムかと思うんですけど、これも全部黒とサテンシルバーにペイントされています。続いてサイドスカートですね。サイドスカート、こちらもマンソリーのパーツになります。まあ、わずかにここにプレスラインが入って真ん中にカーボンのパーツがつく、そんなデザインになってます。なんで本当にこのロールスロイスが持つエレガントさをそのままにこう迫力のデザインにするっていう、うまく溶け込んでる、非常におすすめのパーツでございます。そして、ボンネットから続くこのラッピングの部分はルーフも全部、施工されてます。なんで黒なんですけれども、ツヤ消しと、まあ、ツヤありのボディで、ツートンの、うまいことツートンになってますね。で、このドアハンドルなんかも通常メッキになるんですけども、この辺なんかもラッピングで、はい、グロスブラックに、はい、ラッピングされております。まあ、ここラッピングとボディのペイントなんですけれども、非常に違和感なく仕上がってるんじゃないでしょうか。で、ここのキーのここですね、ここも全部ラッピングでブラックアウトされてます。そしてこの窓枠も、はい、
全部ブラックアウトですね、はい、なので本当に徹底的に外装に関しては、メッキのパーツを減らしてます、なくしてます。そしてリアも同様です、同じように24インチ、フロントと同様のサイズ、275-25-24、はい、が装着されてます。でリアもキャリパーが同じようにグロスブラックでペイントされてます。そして後ろに回っていくと後ろも同様です、マンソリーのトランクスポイラー、はい、こちらもカーボンのタイプと、ペイントベースのものがあるんですけども、こちらペイントベースのものがボディ同色で取り付けられてます、はい、でアクセントになるようにこちらはあえて、ボディ同色で、はい、このラッピングに続くマットじゃなくてラッピングとボディ同色っていう、はい、アクセントになるように取り付けられてます。そしてこの辺のエムレムも同様ですね、全部ブラックにされてて、リアバンパーもマンソリーのバンパーになってます。でマンソリーのリアバンパーは2種類あります、ここの部分がペイントベースのものと、カーボン地のもの、今回はカーボンのものが取り付けられてます。そして当然マフラーカッターもマンソリーのマフラーカッターになってます。で今回はマフラーもなんと、マンソリーのマフラーになってるんで迫力の排気音が、聞こえるようになってます。以上です。はい、近づきたくない車で頑張りました、はい、とにかく圧がすごい、はい、こういう仕事やってるんで一応説明してますけど、プライベートだったら絶対に近づきたくないそんな車です、はい、あとテールのこの枠ですね、この辺なんかももうブラックアウトされてます。なのでとにかく外装パーツに関してはもうおそらく全くと言っていいほどメッキのパーツないんじゃないかなっていうそんな仕上がりになってます。はい、なんで本当にちょっとロールスロイスのエレガントさを残しつつちょっと本当に悪っぽく、はい、そんな風な仕上がりになってる車です。せっかくなんで中もちょっと見てみたいと思います。すごい白と黒のツートンです。そしてロールスロイスといえば観音開きでございます。じゃーん、めちゃくちゃかっこいい、すごい。そしてこんなところにもフライングレディが、はい、プリントされてます。いや乗ってみたいっす、はい、はい、というわけで今回は外装をマンソリーで固めた、ロールスロイスゴースト、シリーズ1をご紹介させていただきました。マンソリーのパーツ本当に選択肢がかなりあるんで、まあ、塗り分けとかも合わせるといろいろ自分の好みに合ったカスタマイズができると思います、はい、ロールスロイスのカスタマイズはぜひボンドグループまでお任せください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。